映画、ハワイマレー沖海戦の撮影のために制作された、真珠湾軍港及びアメリカ海軍艦艇のミニチュアミニチュア撮影とは、映画などで縮尺模型を使って行われる撮影、特殊効果を言う。ミニチュア撮影は、実物大のセットを用意することが、物理的、経済的な理由で困難な場合に行われる特殊撮影の一つである。例えば、 スティーブン・スピルバーグ監督の1941のラストシーンで断崖から崩れ落ちる2階建ての家は実物大のセットを使って撮影されたものであったが同タイトルにおいて大観覧車が桟橋から海へ転げ落ちるシーンは室内プールと精巧なミニチュアセットを使って撮影された。日本でも戦中に作られた国作映画ハーイマレー沖海戦では 特技監督のつぶらや英二によるミニチュアモデルとワイヤー草園によって真珠湾攻撃マレー沖海戦の空戦映像が制作された。これらを実物大のセットを制作して撮影することは物理的には不可能ではないがそのためには莫大な予算と膨大な人員が必要でありセットを組むために広大な敷地が必要なことなどから現実的にはほとんど不可能である。 また、怪獣映画や SF 映画のように、現実には物理学的に成立し得ない、架空の巨大生命体や人造物が現実の風景の中に登場するものは、どれだけの予算があったとしても、現物を用いて撮影することは不可能である。上述のような対象を映像で表現するために、生み出されたのが縮尺模型を使い、特殊な技術を用いて撮影するミニチュア撮影であり、 表現したい対象や映像に合わせて次々と新しい技法が編み出され発表されるごとに当時の監修を強端させてきた。1990年代以降においては 3DCG 技術の台頭によりミニチュアを用いた特殊撮影は古典的という見方もされ事実広いスタジオにミニチュアセットを作るということはほぼなくなったが映画制作においては 臨機応変な技術の活かし方が求められるため、ミニチュア特撮が全くなくなってしまうということはなく、目立たない部分で未だに使われていることも多い。なお、日本では映画の特殊撮影に用いる縮尺模型を指す言葉として模型雑誌等でプロップ、プロップモデルという用語が使われていることがあるが、プロップとは映画や演劇の撮影、上映のために使われる。 スタジオ、オープンセット以外の物品の意味であり、御用である。守護神の撮影に使われたプール守護神の撮影に使われた船舶の模型。背景にブルーバックを使用している映画、エニグマで使われた1、5スケールの U ボートのミニチュア。強制遠近法の例。米国フロリダ州にあるテーマパーク、エプコットのフランスパビリオンでは、通りと街路樹は手前ほど広く、 高く、奥ほど、狭く、低くなっている。通りの向こうに見えるエッフェル塔は、パリのものより、かなり小さいミニチュアのレプリカである。ミニチュア撮影は、その名の通り縮小模型を用いて撮影される。用いられる縮尺模型には、地形や市街地を再現したミニチュアセットや、自動車や航空機、船舶などを製作したミニチュアモデルとがある。その材料は様々であり、 ミニチュアセットの場合は、ジオラマや建築模型に使われるような石膏、発泡スチロール、ダンボール、ペニヤ板、針金などが用いられる。また、森林の表現には、ヒムロスギが用いられることが多い。ミニチュアモデルには、プラスチック、ファイバーグラス、レジンキャストなどの合成樹脂が使われることが多いが、古くは木製のモデルが一般的であった。 時代が、下りプラモデルが、一般に市販されているようになると、市販のキットを改造する、もしくは電飾を仕込むなどして使われている例も多い。ただし、ジオラマやプラモデルと異なるところは、映画の撮影用セットである、という点にあり、ジオラマでは使われることが少ない、実際の土や水を使って制作される部分もあり、また、劇中の効果に合わせて、 火薬や燃料を仕込んで爆破するように製作したり、カメラ位置確保のためにミニチュアを脱着可能にしたりと、撮影効果のためのギミックが組み込まれることも多い。高熱により溶ける鉄鋼製品の表現に用いるため、ローで製作されるというミニチュアモデルも存在する。素材としては、ローの他に繊細なディテールが必要であり、かつある程度の強度が必要なものを表現するために、 アメザイクで鉄塔を製作したという例もある。会場のシーンではプールに船の模型を浮かべて撮影する手法が一般的である。模型のサイズは様々だが、ディテールを追求するためと、口術のスケール問題を解決するため、人が乗り込めるほどの大きさの大きさになるで作成することもある。 1960年の東方映画ハワイミッドウェイ大海空戦太平洋の嵐では日本海軍の軍艦が8メートルを超える特大の大きさで制作され最も大きい空母飛竜のミニチュアは全長13メートルもあったこれらのミニチュアはその大きさから東方スタジオのプールには設置できないため実際に海に浮かべての撮影が行われた各ミニチュアは エンジンと操縦装置を内蔵して作られ、撮影現場まで実行した。撮影にあたっては、縮尺模型をリアルに見せるため、様々なテクニックが用いられる。例えば爆発炎上する自動車は燃えやすい素材で作り、パラフィンと石油を電気的に起爆することでより自然な爆発に見せたり、屋外プールを使ってライティングを自然光としたり、プールの水を黒く着色し、 洗剤を混ぜて荒れ狂う波を再現する、背景にブルーバックを利用するなど工夫が凝らされている。意外な素材が使われることも多く、空の大怪獣ラドンでは、流れる溶岩の表現に溶かして灼熱させた鉄を用い、日本沈没では、津波のシーンを撮影するにあたり、様々な技法を試した結果ビールを着色したものが、波しぶきの再現に最適とされ、 大量のビールを使用している。焦点深度も重要な問題である。ミニチュア撮影では画面全体にピントが合うように絞り値を大きめにするのが通常である。パースをきつくするため、被写界深度の深い広角レンズも利用される。より奥行き感を出すためには手前のモデルを大きく、奥のモデルは小さく作ればよい。これは強制遠近法と呼ばれており、 立体物を用いた騙し絵ということができる。ミニチュアの縮尺そのものを変える他に空気遠近法を応用し、色彩的に奥行き感を強調することも技法の一つとして行われる。これは地球上にあるものは遠くにあるものほど霞んで見え、遠くにあるものほど青みがかかって見えることを念頭に置いてミニチュアの色彩設計を行うもので、カメラから見て 奥に配置されたモデルほどサイドを低く、青みの強い色彩とすることで、カメラとミニチュアの間の距離を実際よりも、はるかに大きく見せることができる。縮小模型を使って撮影するときに、ごまかしが効かないのが、物理法則である。一例として、50階建てのビルディングが崩壊する、シーンを1メートルのミニチュアモデルを使って撮影したと、する。 いかに外観の成功な優れたミニチュアモデルであっても重力は誤魔化すことができず実際より早く崩壊してしまうビルディングはそれが縮小模型であることを観客に容易に悟られてしまうそのような事態を防ぐためミニチュア撮影では模型のサイズをより大きく見せるため高速度撮影が利用されることが多い高速度撮影された映像はスローモーションになるため 例えばトレーラーがビルに突撃して炎上する映像では、破壊されたトレーラーとビルの破片は非常にゆっくりと地上に落下していく。この手法を使うことで、実物よりも小さいミニチュアを使っていることによる違和感をかなりの程度緩和することができるが、これにも限界はあり、また、立ち上る炎や煙、水のしぶきといったものは人為的に大きさを制御することが難しい。 直径に X4cm の木材を燃やした際に発生する炎や煙、重さ 100g の物体を水面に落とした際に発生するしぶきや波紋といったものは、それがミニチュア撮影において高さ 30m の柱や総重量10トンの物体に見立てられていても実際のサイズや重量に比したものとして発生するためである。つぶらや英イは、 模型は精密に作ることができても、炎や煙、水を小さくすることはできないと、常々その難しさを語っていた。過表は、ハリウッドの SFX スタジオで目安とされている、模型のスケールと撮影速度の対応表である。常実の問題を解決するのに一番簡単な、解決法は、ミニチュアを大きく作ることで、1974年のアメリカ映画、 タワーリング・インフェルノでは火災を起こし炎上する超高層ビルがミニチュアで制作され内部のガス配管を用いて要所要所が炎上するシーンを再現したが前日の炎を小さくすることはできないのでミニチュアであることが目立ってしまう問題を解決するためミニチュアは全高30メートルに及ぶ長大なものを制作し吹き出す炎の大きさの違和感を極力低減することに成功した ブルーサンダーでも全高20メートル以上に及ぶ超高層ビルのミニチュアが用いられ、ビルの壁面に反射する陽光と爆発の炎のリアルさを高めることに成功している。ただし、このように巨大なミニチュアを用いることは、まずもって制作に多大な時間と予算がかかる上、その大きさからスタジオ内撮影が困難になるため、 特撮シーンを屋外で撮影することが前提になり、撮影場所を限定することに加え、天候が安定していない地域や国では、撮影スケジュールとの兼ね合いに大きな問題が生じるといった制約もある。また、スケールの大きなミニチュアはそれに比して、作り込みの精度を上げなくてはならないため、制作に多大な手間がかかり、前述の制作時間と必要経費の増大を招く、 といった問題もある。上述の炎、煙、水のうち、水については、実際の水を使うことにこだわらないという発想によってリアリティを追求した例もある。つぶらや英二は、海面の表現として、平坦な面に寒点を敷き詰め、表面を加工することによって、波や鉱石を表現するという表現手法を編み出している。 この手法は特に感染を円形で捉えたシーンにおいて、ミニチュアのスケールが小さくともリアルな水面の光の反射を再現することに成功した。また、イドレー大作戦、レッド・オクトーバーを終え、などでは、水中での潜水艦の登場シーンでは、水槽やプールではなく、通常のスタジオ内でミニチュアを釣り、スモークを焚くことで海中の不透明感や水の流れを表現する、 という手法が使われている。水しぶきについても、光を強く反射するガラス質の多い砂を吹きつけたり、飛び散らせたりすることで、細かい水滴を表現する、という手法があり、ガメラ3邪神覚醒では、台風直下の中で、怪獣同士が退治するクライマックスにおいて、暴風雨が、怪獣に叩きつけていることの表現として、用いられている。九百八十年に制作された、 レーズ・ザ・タイタニックでは1、350スケールの豪華客船タイタニック号がプールに浮かべられ、スクリーン上で迫力ある沈没シーンが演出されたが、1997年に制作されたタイタニックでのタイタニック号はミニチュアモデルではなくなっていた。1980年代にはごく一部でしか使われることのなかった 3DCG は1990年代に入ると、 より一層の進歩を遂げ、デジタルコンポジット技術の発達とともに実写と見まごうばかりの映像が作られるようになった。もっとも、撮影効果においてはまだミニチュアの方が都合が良い。部分も存在するため、1997年のタイタニックでも部分的にミニチュアが使われており、臨機応変に使い分けている。ストップモーションアニメーションは、ミニチュア撮影が利用される代表的な、 撮影技法だが、1993年に制作されたジュラシックパークでは、フィルティペットのデモンストレーションによるミニチュア恐竜は、イルムの作り出したフルデジタル CGI による恐竜に駆逐され、この作品では、ストップモーションアニメーションはその役割を算、DCG に譲る形になってしまった。その一方、 目覚ましい進化を遂げる 3DCG を多用した作品が増える中、よりリアルな存在感を求める動きが盛んになってもいる。ロード・オブ・ザ・リング、ダイ・ハード4.0、007カジノロアイ・アル、キング・コング等は 3DCG とミニチュアを組み合わせることで、より効果的でリアリティのある重厚な表現に成功している。投稿目で解説した縮小模型を用いて、 実際の情景のような映像を制作するものとは逆に実際の情景を撮影したものをあたかも精巧なミニチュアを撮影したかのように表現するという写真撮影技法があり後者をミニチュア風写真もしくはジオラマ風写真と呼ぶティルトシフトレンズを用いて実際の風景を意図的に被写解振動を浅く撮影するか画像編集ソフトを用いてボケ表現のエフェクトを 追加し、彩度と色味を調整して、あたかも実景を遠距離から撮影したのではなく、ミニチュアを近距離から撮影したかのように加工したもので、デジタルカメラには撮影モードにジオラマモードを含む機種もある。これらはミニチュアをカメラのレンズを通してではなく人間が直接見た際に生じる実景に比べてパースが不自然であること。 近距離であるため大気による空気遠近現象がないことを意図的に再現したもので、このような写真を数多く撮影、制作して発表しているカメラマンも存在する。ありがとうございます。